ちょっとすいません。私？そう、お鍋さん。お鍋じゃねえよ。あ、それ、あ、お鍋さんかと思った。お鍋さんかと思ったけど、お鍋じゃないから。ごめんなさい、ごめんなさい。あの、すいません、一つだけ、ちょっと質問があるんですけども、あの、お鍋って、取っ手ついてますよね。でしょうね。え？あ、ごめんなさい。お鍋だから全然違う質問しちゃった。全然違う質問。お鍋だからだって、お鍋じゃないから。女だから。あ、そういう心持ってないのよ。あ、そう、あ、これ、男の人でした。聞いてたよ。ごめんなさい。女で、女だから。何用ですか？何用？何用じゃねえよ。名前か、それ。女だって。男。男じゃん。あ、そうそう。何回やったのやるときは。あの、すみません。あの、ちょっと、あの、後ろから見たところ、ちょっと私思ったんですけど、あの、取り憑かれてますね。は？なんすか、急に。私は、輝き団体の東神奈川と申します。あ、宗教とかそういうやつ、あ、それ間に合ってるんで。いやいやいや、ちょっと待ってください。宗教って何ですか？宗教じゃありませんから。あの日本有数の輝き団体の宗教です。やっぱ宗教なんですか？なんで切れてる？なんか宗教って言ってさ、なんかイラッとするから、なんか言っちゃ悪いのかなと思ってた。それはない。なんであんたが切れてるの？いやいやいや、あなたは本当取り憑かれてるので、顎とかもちょっと出始めちゃったからね。顎はね、男よ。私、綾瀬はるかじゃありません。キリッ。ええ、いやいや、顎瀬はるかさん。いや、違う。モノマネの方とかで。いやいや、そういうのよ。顎がどうの言うからさ、あの人もちょっと言ってるから言ってんだよ。モネダ聖子とか。ジャイアントコババとか。あの時の猪木。猪木とか。友達ですか？いや、私、モノマネ芸人じゃないんだよ。モノマネ芸人じゃないんだよ。違うんだよ。あ、ごめんなさい。ちょっと目悪いですよ。あ、そうですか。この辺が？なんで聞いたの？ノリじゃん。あ、ノリで。そういうノリじゃん。うん、ノリだよ。冗談も本当右腕だけにしてくださいよ。顔だけね。え？右腕だけってどういうこと？これ。わかんないよ。ごめんなさい、もう顔がすげえ冗談だって言って。あんたに言われたから。ごめんなさい。そうなんだ。綾瀬はるかでもない。阿古瀬はるかでもない。あの時の猪木でもないでしょ。あんた一体誰なんだじゃん。じゃあ、あんたが誰だよ。え、急に話しかけてきたんじゃん。あんたが誰だ。あ、ノリだよね。ノリだよ、ノリ。あ、韓国ノリとか、そう、山本とか。あ、バッカス。え、もうバッカス。違うよ。ノリって何よ。何？山本って会社名じゃない？ノリの種類じゃなくない？じゃあ、一回しかやんないから、ちょっと待って。ペッペベッ。ペッペペペペペペ。なんでオールナイトニッポン見てる？なんでオールナイトニッポン見てる？今サックスやってるとか言ってたでしょ。私が言ったのバッカス。バッカス。あんたそれ、サックス。あ、もうサックスの音じゃないから、それ。もうダメです。早くうちの教団に入ってください。もう顎になる。あ、ムテラアゴース。ムテラアゴース。あのね、この顎ね、あの宗教関係ないの。呪文ですか？呪文ですか？ドラクエの？え、レベル35ぐらいで終わるメオマラみたいな。回復系の呪文書かなきゃいけないんで。あんたマジタコスなんだけど。タコス？マジタコスだわ。マジタコス。なんかそういう名言あったの昔。え、ミニにタコとか。え、それタシロス。え、それタシロス。タシロス。何？またなんか変で、子供にこびつけるの好きだね。スーツけちゃって。それ言うんだったら、ねえ、田代正史スーツ。田代す。単体で田代す。あ、単体で田代す。単体で田代す。あ、言葉が変なんだね。もうあなたは言ってることがすごい変。おかしい、もう入りましょう。ね。私はね、私はね、何を隠そう。サッシス教団の漢字、カズサ一の宮だ。そうそうそう、サッシス教団のカズサ一の宮。ってことは、千葉県出身ですか？いかにも千葉県出身だ。千葉には勝てないよ。私は。まあまあまあ、でもこれで諦めてちょうだいね。私はサッシス教団の幹事なんだから。勝てない。私に逆らえばね、あんたの団体ごと消すことだってできんのよ。なあ、テラホース。マジテラホース。アホス、アホス。悔しいっす。何？マジ悔しいっす。あんたまさか。タシロス。ゴミに巣が付き始めてる。まずい、洗脳され始めてる。まずい、これはまずい。サッシス教団万歳。まずい。サッシス教団万歳。サッシス教団万歳。サッシス教団。バングラディッシュの生き方知ってますか？知るか。はい、これがうち。どうも。